はい、お手軽に洗練された上品っぽく見えるひらがなの書き方コツ9連発ということでやって、まいりました。今回の動画は5番目、からになります。これちょっとお好みなんですけれども、参考程度に聞いていただければなというふうに思います。横線からの貫く縦線の場合の横線をぐにゃっとする、これはねご紹介をしていきたいなというふうに思います。これ一体何かっていうと、そもそもひらがなって、横線書いた後に縦線が来るっていうパターンってかなり多いんですよ。これ一体何かっていうと、例えばひらがなのあ書くときに、これ横線ありますよね、これ。で、縦線ありますよね、これで。で、なんかこういうふうにありますけれども。これですね、この最初のこれ、1画目、2画目。これが横線書いて、縦線書いてっていうパターンなんですけれども、こういうパターンの時はどうすればいいか、どういうふうにするかっていうと、1画目をこうやって、ぐにゃっと曲げるんですよ。まあ、下にへこませる。で、2画目を普通に書くと。こんな感じでね。これだけです。あと、ひらがなのお。おの1画目、横線ですよね。こういうふうに曲げていただいて、で縦線を貫くと、こうやって。こんな感じですよね。次、かですね。まあ、かは、最初の、ここら辺を曲げていただいて、こんな感じで。とか、か、さ。さもそうですよね。まあ、さ、長い、一画目長い、横線なんですけれども、こうやってちょっと下にへこませるような雰囲気で書いて、こんな風に書いたりとか。まあ、すはどっちでもいいですよね。上に膨らませてもいいし、下にへこませてもいいし。こんな感じでね。他の一画目もそうですね。すごい種類ありますよね。他の一画目、これ曲げて、通すと。こんな感じで。他。なの一画目もそうですね。な。あと何？な、むを、へこませて、縦線通すと。むで最後お曲げて縦線通すと、よいしょって感じでございますね。あ、これちょっと短くなっちゃった。こんな感じで、なんとなく伝わりましたかね。この横線書いて縦線が来るっていうパターンの時は、1画目の横線をぐにゃっと曲げてあげる。まあ、そうしてあげると、まあ、どういう風な雰囲気になるかっていうと、なんか、ね、躍動感が出るというか、動きが出るというか、なんかこう、で、あとしかも柔らかく見えるというか、そういう風に見えるんですよね。じゃあ、尾の1画目をじゃあ、まっすぐ書いて。まあ、全然これでもね、尾に見えるんですけれども、なんかよりなんかこう、上品というか、大人っぽい雰囲気に見えませんか、この尾が。まあ、これもしかしたら、ちょっとなんかこの曲げている雰囲気が、なんかちょっとこう、嫌味っぽく見えちゃう人とかももしかしたらいるかもしれないので、これ本当に完全にお好みなんですけれども、あと、他の一画目とかも、まあ、もしね、まっすぐ書くんだったらこんな感じで、こんな感じですね、一画目とか。なの一画目を。別に全然こういうふうにまっすぐ書いていただいても大丈夫だし、こうやって曲げて書いてもいただいても大丈夫ですと。私はどっちかというとこの曲げるタイプの方が好きなので、なんかこう動きが出るというか、なんか柔らかく見えるとかというか、そういうふうな雰囲気が出せるので。私は積極的に曲げていますと。で、なんでこうなんか動きが出るのかなっていうのを考えたときに、あの矢印ってあるじゃないですか。こういう矢印ありますよね。まあ、これもさっき書きましたけれども、なんかこういう矢印って書くと、これってなんか、あ、なんか右に向かうんだな、右の方向に行くんだなっていう、なんかそういうふうな感覚伝わってこないですか、この矢印から。で逆になんかこういうふうにやってあげると、あ、なんか左に行くのかなみたいな。視線が
なんか視線が自然にこう左に行くような感じやりませんかね。そういう風ななんかこう視線誘導が発生するようななんかなんて言うんでしょうね、そういう風な雰囲気に見えるというか、なんかそんな感じなんじゃないかなって思うんですよね。なんかこう曲げたぞ、下に縦線通すぞって、まあ厳密にはこれ矢印、そんなになんかかっちりとした矢印ではないですけど、矢印になんか近いなんかこういう風にやるとなんかザッて下の方に行ってるような私感覚になるんですよね。ガッて動きが出るというか、こんな感じの印象を受けるんですよね。このぐにゃっと曲げたところに、縦線を通すとか、で、あの草書でも実はこれ同じことが言えるんですけれども、例えばあの遠いっていう草書を書くときに、じゃあ1画目こう横線こうやって曲げたりとかして、で2画目こう縦線通して、こんな感じでなんか一角向かって曲げてあげると、なんかねこう動きが出るというか、もっと柔らかく見えるというか、こんな感じがするんですよね。いう感じで、ちょっとこれね、あのこれ書けなくなっちゃったんで、紙を次、キホマもやっていきたいと思います。キホマもこれ、キホマも一体何かっていうと、2本の横線に対して縦線が通るぞっていうパターンですね。これは2本の横線があって縦線が通るパターンっていうのは、1画目はね基本的にまっすぐ書くんですよ。1画目まっすぐ書いて、2画目をこうやって曲げる感じ、通す、こんな感じですよね。で、ほも同様ですと、こう来て、さっき教えたこの形ですね。とか、あと、曲げると。とか、あと、もですね。もの一画目は こっちですよ。で、普通に書いて二画目をこうやって曲げるとか。なんとなく伝わりましたかね、この私の伝えたいこと。2画目の 2画目というか2本目の横線が曲がるぞっていうので、1画目はまっすぐというかちょっと、まあ、上に膨らむような雰囲気ですかね。自然にこう上に膨らむ、もうこう2つ目の横線はもう明確に下にへこませてあげると、こんな感じですかね。なんとなく伝わりましたでしょうか。っていう風にやってあげると、なんかこう動きが出るというか、より柔らかくなるというか、こんな感じがしますよね。で、次、毛と歯。これ毛と歯一体これ何かっていうと、こう書いて、これはねちょっと違うんですよ。これ違う。で、歯も同様で、これはちょっと違うんですよね。毛と歯に関しては、これは、まあ、このどっちかというと、この上に膨らむタイプかな。こうやって、上に膨らむタイプ。で、書いてあげた方が、初者検定受験する方はね、あ、なんだっけ。初者検定受験する方は、こっちのパターンの方がね絶対無難だと思いますよ。まあこれ別にこっちに下にへこませても悪くはないかなと思うんですけれども、初者検定だとちょっと危険かもしれない、こういう風な雰囲気出すのは。まあ、これが一番落ち着いてるからいいかなっていう風に思います。どうでしょうか、なんとなく伝わりましたでしょうか。で、次に、6番目、なとまの結びの交差する箇所なんですけれども、さっきのねこれにちょっと近いところがあるんですけれども、例えば、なの4画目の話をします。なの4画目。で、こう書きましたと。こんな感じですね。
ナの4画目で、これ一体何かっていうとですね、この最初これ4画目これ書いたじゃないですか、書きました。で大体私ここら辺からなんかね書いてるんですよ、この方向を。こんな感じで書いていて、で次こうやってピュッて跳ねて、このアーチのこの線を書くときに、最初ここ右上がりに上がっていって、ここのさっきのこう書いたこの縦線を交差したその後は右下に下がるというか、こんな感じ。っていう風に書くとすごくね洗練されているひらがなに見えるんですよね。マも同様で、こう書きました、書いやった、ここまでは右上がりで上がって、こっから右下がりに書くというか、カチカチに書くとね、でこれスムーズに書くと、こんな感じ。これも結構難しいんですけどね、まあ、このこういうタイプの結びって結構難しいんですよ、この三角結びの形って。まあ、間の三角目もう一回やってみると、こう書きました、こんな感じ。これはちょっと練習が必要になってきます。あとはね、ここちょっとはこの6番目の趣旨とはちょっと関係ないんですけれども、マの3画目とかナの4画目、これ左上に行くときに、ここはね、なんだろうな、線細くするといいですよ。線細く、ここ線細くするとよろしいですということですね。あとそんな感じかな。なんかこのちょうどこの線のこうあったときに、こうっていうするこのやり方って、なんか矢印となんか同じような理論を感じませんか。これ漢字でもあるんですよ、漢字でもすごくあるんですけれども、一番わかりやすいのがなんか子供の子とか、こう書いた時にこうやってこう書いて、この後になんかこのちょうどこのへこんでるところに横線を通すといいのよとかってなんか教わりませんでした、この動画見てる方。こう書いてなんかこうこんな感じの、そうするとなんかかっこよく見えるんですよね、と同じような理屈かもしれない。でよくね、すごく上手な人の字をねこういう視点で見てみるといいと思います。なんか例えばなんか線があった時にこうってなってたりとか結構するんですよ、この歯の2画目3画目、これ極端な例ですよ。これはもっと自然にやっていらっしゃるんですけど、こうこんなような、だいたいここの線を交差したときにもう一方の線がこうやって方向変わったりするんですよ。これ上手な人ってこう切ってこう変わってみたいなあれですね。芸術書道とかでもなんか例えば平原の平なんかかっこよく書きたいときとか、ここまでここで書いて、でこっからちょっと方向を変えるみたいなふうにやる人とか結構いるんですよね。だからなんか線と線が交わった時のここってなんかあるんですよ、なんか運命がなんかあるんです、運命がっていうことで、なんか上手な人の字を見た時こういうところにね注目してみると意外になんか曲がってたりするんですよね、っていう感じで、ちょっと14分になったので、ここで一旦区切りたいと思います。